チャオ、あっちゃんです。まもなく、グレートコンジャンクションっていうね、地の時代から風の時代に切り替わるって言われてるね、新しい世代の到来やねんけどもね、何が変わんのかって言ったら、地の時代から風の時代、まあ書いて字のごとく地の時代っていうのは土地に根付くもの、言ってみたら目に見える資産が重視されてきた時代。この200年間ね、やっぱりなんていうのかな、世界が一つになってきて、まだ200年前って言ったら日本は鎖国してた江戸時代、世界はいろんな合戦があったり、世界中いろんな内戦があったりね、国の中でいろんな動きがあって、そうやって、大切な資産、この200年ぐらいかけてね、やっぱね、地球の資産を独り占めしようとするね、某組織があったり、いろんなそういうね、思惑があって、鎖国してる日本にね、武器を売りに来て、ね、日本の金融資産を、ね、奪おうとする人間がいたり、そういうね、いろんな話を聞いてくると、やっぱり資産の時代、ね、日本も、そうやって、そのもっと前からね、大きな城を建てて、ちょうど200年前だ、江戸時代といえば日本はね、大きな、幕府、一家、一つの幕府が長い間、政権を取ってて、で、飾り物のような帝、の国に、国を支配してきて、ね、それを、新しい世代、世界を切り開くということで、百数十年前に、だからその地の時代の前の時代は何の時代かは知らんけども、地の時代になって、それをまともに受けた、明治維新から、大正、昭和にかけて、資産が大事ということで、今まで江戸時代とかって言ったら、借家、長屋に住んだりとか、流動性のある、ね、生活をしてきた。世界でもやっぱりいろんなそのノマドとかね、遊牧民みたいな生活してたりもおるけどもね、そうじゃなく、やっぱり戸建てというか自分の家を持って、一国一城の主っていう、ね、家を持って、そういう時代から、そういうものを手放す時代、風の時代に変わってくる。だから、言うてみたら目に見える資産、お金であったり、お家であったり、土地であったり、残るもの、言うたら不動産って言われるもんね、動かない資産、ね、を重視する。言うたらお金持ちはすごいとか、家持ってるからすごいとか、一つの会社にとどまってるからすごいっていう時代が、今まで昭和から平成にかけての時代で、そういうのをねされてきて、でやっぱり日本人はこうあるべきだ、男はこうあるべきだ、女はこうあるべきだっていう、あるべきだっていう常識に縛られてきたのも地の時代。それがだんだん薄れてきたのが平成から令和にかけて薄れてきてる。それがゆとり世代であったり。だからよくね、ゆとり世代は緩くてダメだとかってよく言われてきた。あっちゃんも言った時もある。ゆとりだからねっていう時もあったけども、よくよく考えるとゆとりでいいわけ。あっちゃんもはっきり言って頭の中ゆるゆるです。ゆとりです。うにゃうにゃです。もうクラゲのような生き方してます。なんでそんな生き方してるのか言ったら、あっちゃんは、1968年生まれ。そう、今から50年ちょい前に生まれたんで、ね。っていうことはね、200年間続いてきた地の時代の残りの4分の1。そう、もう風の時代に切り替わるであろう。いや、自分の人生残りの半分は風の時代で生きるであろうっていうあっちゃんは、ある程度風の時代にそぐった生き方をしてきたのかな。だから、この地の時代では変わり者って言われた人、常識を常識と思わない人、その常識っていうのは何かって言ったら、地の時代の人間が勝手に作ったことを常識、みんなが言ったことを賛成したのが常識。そこから、風の時代に変わる時に、非常識って言われたことが当たり前になってくる。例えばね、この風の時代に切り替わる、今年の年末で切り替わるって言うとる2020年は何があったのかっていうと、コロナウイルスによって世界中が閉鎖された、ロックダウンって言って都市封鎖されたり、出歩くことで罰金を食らう国があったり、マスクをせえへんかった罰金を食らう国があったり、何が正しいのか
よくわからない、コロナに対してのエビデンスはないです。マスクが正しいエビデンスはないです。 PCR 検査で、ウイルスが検知されるのかないです。PCR 検査を作った博士がウイルスを見つける検査に使っちゃダメっていうものを使って検査してるっていう全世代の常識っていうものを振りかざした常識、それを疑う人が増えてきた。そう、今までテレビっていう一方通行メディアによって、上から降ってくる情報を鵜呑みにしてきた時代から、ね、ここ20年ほど前から、ね、爆発的に普及が始まったインターネットって言って相互通信、自分から情報を探しに行って見つけて手に入れる時代に変わってきてんねんね。そう、それが風の時代の、幕開け、コミュニケーションであったり情報であったりを、血の時代昭和からね、まあ、江戸明治昭和の間はいい情報、正しい情報、新しい情報を独り占めして、その情報をうまく使ってお金を稼ぐ人がいっぱいおった時代やねんね。で、だからテレビっていうメディアは儲けてます。いっぱいスポンサーついて、でだから、月給1000円程度しかもらえてなかった、自腹で生活アルバイトしながらピーピー言ってた芸人さんが、一攫千金、急にブレイクして何億稼ぐようになってきたって言ってね、そういう、まあね、のがメディア芸能界、言うてみたね、歌手になりたいねん、俳優になりたいねんって、俳優学校通ったり歌手の学校通ったりしてお金を払って一生懸命勉強して、でアイドル歌手を作るのに何億ってかかんねんね、売り出したりそのにお金をかけてでも何億以上稼げるリターンがあるからお金を使う、それだけの稼ぎがあるのが芸能界テレビやねんね。っていうのは一方通行で、自分が得た情報を嘘であろうがそれが偽りであろうが関係なしに一方通行メディアで流すことによってみんなの知らない情報でお金を稼いできた時代、それが地の時代だけど、風の時代は正しい情報をみんなで共有する、インターネットっていう無料で、自分で探せば正しい情報に行き着くメディアっていうのが始まって、でそれで自分で探しに行ってメディアのね嘘を暴く。そう、今この時代、今年は2020年、あっちゃん2020年コロナでね、みんながこうやって下向いて今年はダメだったっていう時代、あっちゃん良かったこともあんのよ。何かっていうと、 いろんな人がメディアの嘘に気づき始めた。そう、それは風の時代で正しい情報を自分で掴みに行ける時代になったから、正しい情報を掴むことによって一方通行で落ちてくるメディアの嘘に気づく人が増えてきた。まあ気づかへん人の方が8割ぐらいおるけどね、気づく人が2割ぐらい。今までは気づく人なんて一粒二粒程度の、ね、お前砂場の中の、砂場の中にばらまいたごま、ね、ごま数十粒を砂場の中から探すぐらいのレベルしか気づいてへんなのが、今はね2割ぐらいの人が気づいて、ちょっと今メディアが言ってること、政府が言ってることおかしいんじゃないのかな。だからそれを一生懸命全世代の人間は情報操作したり、情報統制して、言ったらエビデンスもないものを否定したら動画が消されます、干されます、収益カットされますっていう嫌がらせをしてくるっていうことは、真実を見られたら困るっていうことやねんね。それに気づいてる人たちはかなり出てきた。それが今年2020年コロナではこうやって国民を苦しめたことによって得られた良かったことなんじゃないのかなって。それを良かったと思える人間は風の時代でにもう、自分の中で風の時代に移り変わった人たちじゃないのかなと思うのね。だからあっちゃんは血の時代ははっきり言って生きづらかった。個性を出すと叩かれる、出る杭打たれる。で、男の体に生まれてきて、男として、ね、30年ほど生きてきて、40年ほど生きてきて、いや50年生きてきて、何でもええわ。はい、でようやく、男が女にこだわる、こだわるって言い方おかしいな、まあ、女として生きたいと思ってたけども、そうじゃなく男でも女でもどうでもいい、中村敦美としてこれからは生きていく。だから中村敦美は男なのか女なのかどっちでもいい、そんなものは自分として自分らしく生きていく。だからスカート履いてても誰もおかしいとも言わへんし、女として生きてても誰もおかしいとも言わへん。
あいつは男やねんからって言ってる前世代の人間確かにいてるけども、そうじゃなくやっぱり、これが10年20年30年前は私女なんだよって言ったらボコボコにしばかれました。グーデじゃなく見えないナイフで心をえぐり取られました。でもこの時代そうじゃなくって、あっちゃんらしく生きたらいいじゃんって言ってくれる人が増えてきたっていうことは、それだけやっぱりみんなは認めてくれてる。あっちゃんが心を許した友達、男であろうが女であろうが、ほとんどの友達に心をえぐられてきた。やっぱり男は男、女は女、ん？ちゃわ、男は男、女は女、ん？よくわからへん。まあそうやって生きてきて、やっぱりそういう目で見られるっていう辛さ。男でも女でもどっちでもええやんって、自分らしく生きられたらそれでええやんって言ったら変人扱いされてきたが、今はそれが認められる時代になってきてる。それが風の時代なんじゃないのかなと思うね。だからその2020年変わったことは、会社員は会社に行って何時に出勤して、遅刻せず何時に出勤して、満員電車に揺られて何時まで仕事して、終わったら上司に付き合って、ね、酒飲んで疲れて帰ってきてっていうのが当たり前のようにやってきたけども、コロナで、自粛っていうね、すごい辛いことがあった反面、そんな仕事家でもできるやんっていうことに気づいた、ね、在宅ワークで、実際人と会って、人と話して、人と忖度して、ね、っていう時代から、上下関係、上司に忖度してじゃなく、上司と飲み会でも別にオンライン飲み会であったりとか、言ってみたら忘年会、新年会、好きな人もおるけども嫌いな人がほとんどやと思うんだけど、嫌いな人にとっては今年はすごい天国な年なんじゃないのかな、忘年会しちゃダメってね。ただ飲食店にしてみたらすごい苦しい年やと思うんだけどね。まあそういうのもね、うまく考えるとね、飲食店ってお客さんがお店に来てくれやんと食べられへんな時代から、言うてみたら宅配、ウーバーイーツのようなね、宅配、まあうちには来やへんけど、あとはね、作ったものの、うん、これ以上もあれやけどね、まあもう情報の時代からあっちゃん全部言ってしまうけど、言ってみたらスープを作る、スープはね、ある程度スープというか出汁作る、でそれの素材、いい素材をやっぱりね、お店っていうのはいい素材を厳選してるところ、まあそうじゃないお店もあるけども、厳選した素材、それにコックさんね、調理人が作るレシピをつけて、でお家でそれを再現できるものを通販することによって、お店に来てもらわなくったってお店の味を楽しんでもらえる。もちろん手間はかかる。じゃあ手間をかからないでお店に食べ、そ今ね、言ってみたらそういうものを全国通販することによって、いや銀座にしかお店がなくても、いつか銀座のそのお店に行ってコックが作ったものを食べたいなって思わせるものが販売できたっていうことは、今ここ1年2年はしんどいかもわからへんけども、またこれが自由に動けるようになったら、今度はみんながお店に食べてきてくれる、そういうふうな時代が来る。ある意味飲食店にしてもチャンスな年、それに乗っかったか乗っからないかっていうのはお店によって違うと思うんだけど、言うてみたらね、コックが作れるものはっきり言って主婦でも作れる、いや主婦ではなくてもね、説明書見たら子供でも作れます、料理なんてものは。はっきり言って素材を、油、まあね、フライパンを持ってきます、で家庭のコンロで作ったレシピを作る、ガスはガスを強火で、油を入れて何秒間、何分間、肉を炒めます、肉取り出します、何分間野菜炒めます、混ぜます、調味料混ぜたある袋のね、パック調味料を入れます、勝手にお店の味になるよねっていうものを販売したお店は今後勝ち組になっていくんじゃないのかな。だからその作り方のレシピを教えてしまうと、自分とこの秘伝の作り方が真似されるんじゃなく、それを公開する、公開して共有することによって新時代はみんなが得をする。でその中でもやっぱり本物のコックが作ったものと味がちょっと違う、いや作る手間がめんどくさい、いやそこの食器で食べたい、お店に座ったお店の雰囲気を味わいたい、お店に座ってあとはもう至れり尽くせりのサービスを味わいたいという人はお店に行きます。そこやねんね。だからそれが風の時代の到来なんじゃないのかなってあっちゃん思うね。まあ、これね、風の時代、地の時代、風の時代の、まあ、つかみなお話です。かなり結構長くなっちゃうんでね、もう15分ほど喋ってるからね、またこれ何回かに分けてお話しするけど、地の時代から風の時代に変わって、人間が変わるんじゃなく、それに気づく、それに
気づくんじゃなく自然とその流れになっていく、なっていけない人は落ちこぼれていくってあっちも思ってんねんね。だからみんなに気づいてほしいから、気づきの動画これからも上げていきたいと思います。で、あっちゃんが思うに、知の時代は自分へのなんていうのかな、投資って言っていいのかな、自分への投資というのか、ご褒美っていうのか、自分へのなんかあれね、要はよう働いた、頑張った、だから自分への褒美としていい家に住もう、一戸建てを持とう、土地を買おう、いい車に乗ろう、美味しいものを食べようっていう時代から、風の時代は、自分の将来に投資をするものに使うっていう時代に変わるんじゃないのかな。また次回この話もしてみたいと思います。いつになるかわからないけどね、まあこの後ちょっと何本か撮るけども、そのどこかでお話しします。自分への投資に変わる時代っていうのも大事じゃないかなと思います。はい、ということで、地の時代から風の時代に変わっていくのに、いろんなお話これからもしていきたいと思います。はい、この話すんなり入る人はもう、自分の中で風の時代に切り替わりが入っている人で、この話でいろいろ気づいた人は風の時代に、が来て、そういう自分になろうかなって思える人で、この話に全く賛同できない人っていうのは地の時代に取り残された人です。だからダメなんじゃなく、地の時代から風の時代に変わってからでもいい、周りの空気を感じて、空気を読んで、風を匂って、それで今の時代はこういう時代なんだなって切り替えてもらって、みんなが幸せになってもらったら嬉しいなと思うあっちゃんでした。ではまた、ね、次回またこんなお話に続きます。今日のお話良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。あっチャンネル、これからね、みんなにこう今までこういう話もしてきて、5年前に YouTube を始めてね、こんな感じにみんなに幸せになってもらいたいなってお話もしとってんけどもね、ちょっとやめててんけど、その頃からもあっちゃんの中ではね、情報を共有するっていうこの時代の的な話をしとってんの、ちょっとやっぱ早かったんかな、流行先取りしちゃったあっちゃんでした。まあ、これからもね、こんな感じでみんなに気づいてもらう、いや逆にこの時代やからこそこういう話をしていくっていうのがいいんじゃないのかなと思うあっちゃんです。これからもあっチャンネルを見て、みんなで幸せになってくれたらなと思うし、あっチャンネルと一緒にみんなで幸せになっていこうと思ってくれる人、ぜひぜひこれからも見てください。ではまた。